優勝。ご来場の皆様にご案内申し上げます。本日はルネサンスアイズホスト記念セミナーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。それではただいまよりルネサンスアイズコンソーシアム発足記念セミナー、会津地域の新旧産業を融合し地域に根ざした産業観光の創出に向けてと題し始めさせていただきます。私は本日のセミナーの進行役を務めさせていただきます福島大学の星と申します。どうぞよろしくお願いします。はじめにルネサンスアイズコンソーシアムの副会長であり富士通株式会社福島支社長の渡辺秀幸様より基調講演に先立ちましてご挨拶を頂戴したいと思います。渡辺さんはよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました富士通福島支社の渡辺でございます。この度ルネッサンスアイズコンソーシアムの副会長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は大変お忙しい中、会津若松市様、会津商工会議所様、そして東方銀行様、会津乗り合い自動車様をはじめ、会津地域の著名な方々、そして企業団体様にご来臨賜りましたこと、まずは高い席から御礼申し上げさせていただきます。どうもありがとうございます。おいしい料理を前に私の無粋な挨拶はですね、ご法度かと思うんですが、一応役目でございますのでお聞きいただければと思ってございます。3年前の大震災で、福島県の観光大変落ち込みました。その前後の入り込み数を見てみますと、およそ震災後は3分の2になってございます。とりわけこの地域は、教育観光という位置づけがありましたものですから、修学旅行の学生さんが大変9割ぐらい落ち込んだというようなお話もありました。私ども福島でお役に立てさせていただいている企業団体にとりましては、この有識自体は何とか打開できないものかということで、一昨年よりですね、福島大学未来福島未来復興センターの渡辺先生と中心にですね、何か知恵を出し合おうということで、打ち合わせをしてまいりました。会津をよく見てみますと、非常に、星野正幸あるいは田中春中の頃からのですね、伝統の文化が歴史や文化がございます。一方、この地域では最先端の企業、私どもの半導体工場も含めてですね、最先端の企業が、皆様と共に、生活をさせていただいております。この一見ミスマッチであるけれども、今これからですね、時代を引っ張っていく2つの要素、これをなんとかうまく組み合わせられないものかというところが、このルネサンスアイズコンソーシアムを立ち上げる、トリガーになりました。ご承知の通り、半導体はからそれからオリンパス様の世界に、越していける内視鏡の分野、それから、磨き上げた伝統芸能、伝統文化ですね、漆器、お酒、それから、芸能を含めた文化ですね、これはですね、もっとうまくミックスさせて、全国そして海外に発信させていく価値のあるものだろうと我々は結論付けました。その中でその一つ一つをもっとブラッシュアップして、もっと価値のあるものに、そしてもっとブランド力のあるものに立ち上げていくには皆様の力が不可欠だという結論にも至りました。そして今日この場で、こういうような、コンソーシアムを立ち上げさせていただいて、皆様と共にこの会津からですね、世界に通用する、そして世界から観光客を呼んで、そしてこの地から福島そして日本を元気にしていくというようなエネルギーを、今日をもって皆様と一緒にですね、方向を目指していきたい、そんなふうに考えてございます。今日皆様の前にお出ししてございます、お料理も深田社長様の大変なご尽力によってですね、その私どもの会津で作らせていただいているレタスを会津野菜とともに、いわゆるマリアージュさせていただいて、新しい商品としてこれから売り出していきたいというような思いで、今日ご提供させていただいてございます。事前に試食させていただきましたが、かなり美味しいです。かなり皆さん自信を持って、いただける、この上の上の上の中ですね、本当に美味しいです。余計なこと言う前にもう皆さん食べていただくのが重要かと思ってます。
ということで、この美味しいお料理を食べないながらですね、会津の観光、そして、福島の未来をですね、皆さんと一緒に知恵を出して、発展させていきたい、というふうに考えてございます。今日は限られた時間ではございますが、皆様ぜひよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。これより、じゃあ、気象公園のトップバッターとしまして、ルネサンス会津コンソーシアムの副会長であり、福島大学の客員教授の渡辺正彦より、ルネサンス会津コンソーシアムが目指す産業観光という演題でお話しさせていただきます。渡辺先生、よろしくお願いします。私の講演の前に皆さんの食事を前にしてですね、大変もう我慢できない。当くつろぎ塾のですね、遠藤料理長からですね、今日のちょっとこの野菜の、なんていうんですか、サラダ、名前がちゃんとついてるそうですが、ちょっと説明をさせていただきたいと思います。じゃあ、料理長お願いします。はい、皆さん、こんにちは。くつろぎ塾料理長をやらせていただいてます。藤田正史と言います。大変失礼します。いえいえ、とんでもないです。ではですね、簡単にですけども、今、皆様の、前にある、お名前がですね、旬の会津野菜で豆腐のディップ添えというふうなネーミングになっております、はい、健康のことを考えてとかっていう、こうずっと食べ続けていくとかっていうことを考えると、継続的にですねで考えると、やはりこういう野菜中心に食べていくのが、体にも良いと思いますので、はい、どうぞ皆さん、ゆっくりと味わって食べてみてください、はいはい、簡単でありますけど、私の説明以上になります、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ司会に成り代わりまして、いただきます皆さん召し上がってください。今日はランチセミナーということでですね、これから私の方で15分間ぐらいお話しますが、全くシャキシャキの音を出していただいて大いに音を出して食べていただけると、これが一番今料理長からあったように、この野菜にとっても一番嬉しいことだと思っておりますの で、またこれ自体がですね、今からお話しする、産業観光ということを基軸にお話ししますけど、その作品、融合連携した作品だというふうに味わっていただければ、なお私も嬉しいということであります。いや、本当にゆっくり食べてください。ちなみに私はもうとっくに食べてますので、ご心配なく。それでゆっくり、ランチセミナーなので聞いていただきたいと思いますが、15分くらいお話しさせていただきますが、我々ルネサンス会津コンソーシアムというのを、先ほど富士通の渡辺社長からお話がありましたようにですね、実は本日、正式には本日の午前中に、発足したということであります。それで、私よりこのコンソーシアムが目指すですね、産業観光についてちょっとお話をさせていただきたいと思いますので、本当に食べながら、特にその豆腐のドレッシングにつけるとなかなかいい味なんですね。私もお酒を飲みながら食べるのが好きな方ですけども、本当に美味しいです。で、皆さん食べながら聞いていただきたいと思いますが、ルネサンス会津コンソーシアムが目指す産業観光ということで、これまでの産業観光とはということで、これ見なくても結構ですが、皆様のお手元に1枚のですね、こういう赤べこの入ったペーパーがあるですね、方のですね、ペーパーについて記載されているのをお話をしたいということですが、これまで産業観光という言葉、皆さんも相当聞いてなったことがあると思います。この10年15年特に産業観光に注目が集まってきております。その要因は何かということも一つあるんですが、まず産業観光というのをちょっと定義をさせていただきますと、これは一番有名なというか一般的な定義で言われてますのが、平成のそこに書いてあるように13年にですね、全国産業観光サミットで定義されたことなんですね。いろいろ書いてありますけども、要するに古い機械器具とか工場移行などのいわゆる産業遺産、要するに退役の産業ですね、退役の産業、あるいはその現役の産業のことですね、今現在稼働しての工場とかですね、あるいは工房と、こういったもの、あるいは産業製品、こういったものを観光資源としてもう一回見直してですね、
まあ、それを通して入り込みを増やしたり、ものづくりの心に触れて、そしてまたご存知の通り、特に製造とか製作の過程なんかを知りますとですね、非常にその製品、商品の価値が非常により理解していただいて、多少高くても買っていただくということも当然あるわけでありまして、まあ、そういう観光活動を産業観光というふうに普通定義されておりました。でその中でですね、だんだんですね、時代とともに産業観光の定義が、つまり概念がですね、かなり拡大してきました。まあ、当初はですね、まあ、一般には製造業というのが大体対象に見られてましたけど、まあ、製造業からあらゆる産業に、拡大してきたということもありますし、また産業活動だけじゃなくてですね、いわゆる社会インフラといわれるような、例えば空港とか港湾とかですね、運河とか、こういったいろんなもの、あるいは社会か都市活動そのもの、こういったものにまでですね、産業観光の概念が拡大していきました。そしてまたですね、それに加えてですね、ハードな資源だけじゃなくて、人の人的資源とかですね、無形の文化財的なですね、そういった即座な資源も注目されるようになってきているということです。一口で言えば、今まで観光とはですね、本当に無縁に考えられたようなものがですね、実は観光の対象になり得る。そしてまたそういうものを取り組むことによってですね、新しい観光の分野を広げると、こういうふうに言われるようになってきたということであります。で、かなりバリエーションが今は広くなってきています。例えば私もよく例に出すのはですね、室蘭の例をよく出すんですけども、室蘭ってご存知のように、港湾とか鉄の町ですね、新日鉄、新日さんもありますし、鉄ビエとかもあってなかなか大変なところだったんですけども、観光にも力を入れている中でですね、この産業観光を取り入れてですね、これ賞もらってるんですが、例えば工場見学だけじゃなくて、その夜景のですね、工場夜景、これ随分東京湾なんかの夜景クルーズも有名ですけども、室蘭もですね、そういう夜の観光、しかも夜の産業観光、こんなことにも力を入れている中でですね、例えば鉄鋼業でですね、作るですね、ボルトやナットですね、こういったものの その産業観光に体験にした来た方がですね、ハンダ付けしてですね、こう作るんですね、ボルトとナットハンダ付けするっていう体験なんですけど、実はその結果としてですね、ボルタ人形っていう、ボルトとかナットで作った人形ですね、人の形をしたとかいろんな形、バリエーションがあるんですけど、こういうものもですね、実は新しくこういう産業観光の中から出てきた製品、商品だということなんですね。あるいは私もスマートシティ関係の今研究やってますけど、スマートシティで一番日本でも進んでる北九州市ですね、北九州スマートシティというのは日本でも一番進んでるというのは、自らその一定の旧八幡製鉄所の跡地を利用してるんですけども、その一定の九州電力からですね、その送電網を全部買い取って、自ら本当に発電のですね、供給システムを全部持っててですね、そしてまた製鉄所が出てるですね、水素とかいろんなものを利用してエネルギーに変えるとかいろんなことをやってる取り組みですが、ここも実はですね、観光客っていうわけではないんですけど、見学客が年間でものすごい方が来られるそうです。我々も2年前に行った時も、福島県のですね、県北のある議会の議員さん方がたくさん見学に行ってらっしゃいましたね。それで受け皿として NPO 法人も作ってですね、我々も3時間か4時間で3万円ほど取られましたが、1人、なかなかきちっと取ってやってるんですね。こんなこともやってるっていうのも、これも産業観光になるということですね。で、いろいろ産業観光ってバリエーションが非常に広くてですね、いろんな関係ないと思った方々も取り込めるっていう非常に魅力があるんですが、その中でですね、特に我々のこのコンソーシアムをやろうとする思いっていうのがちょっとありましてですね、今説明した産業観光の中に特に我々考えたいっていうのはですね、ちょっとそのペーパーにも書いてありますけど、地域の産業を育てることにですね、貢献できる観光を目指したいっていうのが我々の非常に強い思いです。要するに観光だけではですね、地域がどんどん疲弊してしまうという現象がもう日本全国で出てきています。特に皆さんご存知のように過疎地域というこれ指定がありますけども、過疎地域に指定されているのはどういうことかといいますと、一定期間に人口が急激に減っているとか、
一定期間に税収がどんどん落ち込んで財政が厳しくなっているとか、こういう中でですね、これもよく例に出して、あのそこの市の人に聞かれると怒られますけど、過疎地域って一番、まあ、日本全国そういうふうな傾向があるんですけど、北海道と九州がかなり多いんですけども、特にあの北海道のですね、あの小樽市ってありますね。私も何回か行ってますけど、本当小樽運河の夜のですね、あそこもいいところなんですけども、あのあるいはオルゴール館とかアメリカ館が素晴らしいんですけど、小樽も実はですね、2010年にですね、過疎地域の指定を受けたんですね。単独の市としては珍しいですね。合併して過疎の小さい村と合併して過疎地域になるのはあるんですが、小樽はですね、1年間の観光客数がですね、入り込みがだいたい670万人ということですから、会津の倍くらい来ますね。ここはですね、過疎地域になっている。住民の人からはですね、一部の人からは、観光ばっかりはいいんだけど、俺たちの従来の産業がこういうことでどうしてくれるんだなんていう意見まで出たとか、いろいろ記事にもなりましたけどね、当時。あるいは長崎県の平戸市なんかもですね、これも有名な観光地ですけど、ね、やっぱり過疎地域になってきている。ですから観光だけじゃなくて、観光はいろんな地場産業やいろんなその地域の産業と連関してですね、その産業を育てるということにもですね、観光が寄与していかないと、やっぱこれから特に福島県はご存知の通り、1998年からですね、人口減少社会になって、そして皆さんご存知の通りですね、これあの大震災、原発事故もありましてですね、非常に人口減少に拍車がかかって、それでなくても少子高齢化、高齢化社会になってきていると。そしてなかなか地場産業がなかなか厳しい、苦戦しているところもあると。こういう中でですね、やっぱり今言ったように観光の概念を大きく拡張してですね、いろんなものが関連して観光と一体としてですね、地元の産業が育つ、発展するような仕組みを作りたいと。これが我々の思いの一番大きな思いであります。それから3つ挙げておきました。2点目はですね、やっぱり先ほど渡辺社長からも説明ありましたけど、観光を通じたですね、会津地域内のさまざまな産業とか資源の融合とか連携なんですね。やっぱり、まあ、今食べていただいているの、皆さんお味どうでしょうか。大変あのなかなか美味しい、この豆腐のドレッシングがなかなかの味でですね、まだあの富士山の植物工場のレタスまで行ってない方も多いですけども、まあ、あのゆっくり食べて、あの食べる時間1時間くらい取ってありますので、全くご心配なくじっくり味わって食べていただきたいんですが、あのそれでちょっと言うのも忘れちゃいましたけども、まあ会津って本当にですね、そういういろんなですね、今まで異質と思われたいろんな産業、伝統的な産業、あるいは先端的な産業のその企業になっている方々がいろいろ連携することによって新しいものが生まれるという可能性ができるということを言いたいわけですね。イノベーションってそういうものなんだと思ってます、大げさに言えば。ですからですね、今日食べていただいているのも一つの、実はこのルネサンスをあのコンソーシアムを作ろうとするみんなの話し合いの中でですね、いやこれなんとか会津の伝統的な産業である温泉旅館さんで商品化できないかと。まあ、レタス、手紙のレタスだけだとちょっと値段も少し張ってですね、あれなんで、あと会津野菜さんもやっぱり風評被害を受けたり、こんな美味しい野菜がなかなか売れないということもあるんで、じゃあ一緒になって商品化すればっていう、これは本当に深田さんもよく考えていただいてますけど、こういうことが連携や融合なんです。意外とわからないところで、さっきのボルタ人形じゃないですけど、いろんなことができる可能性があるということを言いたいわけです。それから3点目はやっぱり会津地域は会津地域に根ざした産業観光、産業観光は実はお手本になるような例がいっぱいもう出てるんです。でも真似する必要ないと思うんですよ。会津は先ほど言いましたように素晴らしい豊かな自然、そして伝統文化、もう本当に美味しいお酒も漆器もろうそく もう何から何まであるし、そしてまた先端的な企業さんもたくさんあの存在している。ですからこういうところを一緒になってですね、をやっていけばですね、この力を総力を上げればもっと会津は栄えていいはずなんですね。そういうことで、会津に根ざした新しい産業観光を作ってきた、これが我々のコンソーシアムの思いであります。で、今後じゃあ具体的に何を進めていくのかということでありますけど、やっぱりですね、我々あの様々な切り口、ターゲットを対象にしたモニターツアーをまず一ついろいろ実験的なものをやっていきたいというふうに思っています。まあ、様々な切り口っていろいろありますけど、例えばですね、我々の意見の中で、我々のメンバーの中で出てるのは、例えば
お酒屋さんっていう切り口じゃなくて発酵文化っていう切り口はどうですかと。発酵文化だったら今日おいでになってるいろんな方いらっしゃいますけど、あのお酒屋さんもそうですし、酒造さんもそうですし、味噌、醤油、あるいは地ビールなんかもそうですし、いろんなものが別この切り口でつながっていく可能性があるだろうというのもありますし、あるいはもちろんあの今日食べていただいたように会津の能登食、これも一つの切り口になるかもしれませんし、あるいはもう切り口本当に会津のやっぱり日本らしいものづくりの切り口になりますし、あるいはですね意外とあのこの産業観光の分野についてはですね、会津若松商工会議所さんや会津若松市さんはもう先駆的にいろんなことをやり始めてやっていただいているわけです。そういう中でもですね、やっぱりその会津は例えばその例の中ではその水力発電所がたくさん多いですけども、本当に今ご存じのとおり会津はですね再生可能エネルギーがかなり、これから契約もされてますし、できてきてもいます。ウニアイスさんの木質バイマスもあれば、太陽光パネルのも計画たくさんありますし、あるいは西部山のところの風力の計画もあるとか、ですから切り口によっては電力とか再生可能エネルギーっていうのも切り口になるし、あるいは会津若松市さんが今計画して進めておられる会津スマートコミュニティのこの構想自体もですね、先ほどの北九州じゃないですけど観光そのものの対象になるということだというふうに思っております。それからあとはターゲットですね。ターゲットはやっぱりあのインバウンドの部分で外国人の方もターゲットにして、ぜひですね新しい目で見てどうなのかということを試していきたいと思います。特に産業観光の分野はですね、全ての人がみんな興味を持つ分野ではないんです。したがってターゲットをきちっと設定してですね、絞り込んでやっていくというのが非常に重要なポイントになってきますので、いろんな方々をターゲットにしてやっていきたいなと。まあ、今流行りの理系女子っていうのもターゲットになるかもわかりますし、歴女っていうのもターゲットになる、まあ、女の人の話ばっかりしてあれですけどターゲットになるかもしれません。で、そういう意味ではですね、テーマを設定してですね、旅行商品化をぜひしてみたいなというふうにも思っております。日本今日おいでいただいてます日本政策投資銀行さんもですね、この2月にですね学生が考える会津日本史コンテストっていうのをやっていただきました。本当に素晴らしい試みですね。全国の学生さんを集めてですね、こういったコンテストをやって、やっぱり若い人の目から見たらどうなんだとか、やっぱり外側の目、いろんな視点を入れたらどうなんだとか、こういうことも非常に大切だと思っておりますのでやっていきたいと。それからまさに連携融合から新しい価値、商品やサービスを開発、造成していきたいと。今日食べていただいているのだけじゃなくて、これからその第2、第3のですね、商品、サービスを作っていきたいなというふうに思っています。それから観光のですね、見える化とスマート化ということで、これは当然ながらお客様の観光客の方の視点に立ってですね、特に ICT を活用した回遊性の向上とかですね、あるいは購買配送のスマート化とか、あるいは顧客管理のスマート化と観光データの整備ということで、この辺はですね、観光が発展するための、観光が産業として発展するための大きな基盤になるものなので、こういったことにも合わせてこういった産業観光を基軸にしながら進めていきたいというふうに思っています。やりたいことがたくさんあって恐縮ですが、あと2つ受け入れ側のレベルアップという部分と情報発信ですね。これは非常に観光についてのベーシックな部分だと思います。特に受け入れ側のレベルアップというのは、要するに観光というのはもちろん国の光輝くための磨き上げという部分ですが、特にこの中でインバウンド観光への対応ということで、受け側のこの対応を進めていきたいと。それからあとはストーリー性のあるツアーの開発などモデルコースを造成していきたいと。特にストーリー性という意味では、物語性とか文脈、これを作ることによってですね、やっぱり観光を点から面に広げていくということには非常に重要になってくるというふうに思います。それからこれは産業観光の中で特に成功しているところのポイントですけども、やっぱりガイドさんとかですね、語り部、こういった説明する方々をたくさん作って、そしてレベルアップしていただきたいなというふうに思っております。最後に新たな発信基盤の整備、情報発信基盤の整備ということで、まあ、会津には言うまでもなく ICT のある意味中核な研究機関であります会津大学さん、今日もおいでいただいてますけど会津大学さんもいらっしゃいますし、やっぱりそういったところも一緒になりながらですね、インバウンドの対応も含めて新たな情報発信の仕組みにチャレンジしていきたいなというふうに思います。そして最後に裏側の
方にですね、ルネサンスコンソーシアムの活動ビジョンというのは、後で見てください、食べることに専念をしていただきたいと思いますが、書いてありますけども、我々もですね、今後目標としてですね、今後3年間の間にですね、重の活動、会津からですね、この重がまさに重の規定の重を使わせていただいていただいておりますけど、重の活動を創発していきたいというふうに思っています。具体的なやっぱり制度を出すことにこだわらないとですね、やっぱり我々意義が、存在意義がありますので、ここは本気になってやっていきたいと思います。その上で一番下の方に書いてありますですね、その事業損失とか人材育成とか基盤整備とか、まさに融合、未来環境、こういったですね、これらの3つの目標の実現に向けてですね、これから我々ルネサンスアイズコンソーシアムではですね、活動してまいりますので、ぜひ皆さんのお力、そして皆さんとの連携をさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。じゃあ本日はルネサンスアイズコンソーシアム発足おめでとうございます。まず今の気持ちをちょっと聞かせてください。そうですね、やっぱり我々の本当にモットーとしているのは、やっぱ会津 その観光を通してですね、産業をどうやって育てて、そしてそこに力を入れていくかということが一番我々 のモットーとしていることなんで、まあ、このコンソーシアムを今日立ち上げられたということで、まさに本当にそういう意味での出発の力をとても感じております。まあ、これから具体的に進めていくと思いますけど、はい、まずその何にちょっと力を入れたいと思ってますか。やっぱりですね、会津にあるその食とかですね、あるいはそのいろんな地場産業と、こういうものをですね、今までにない切り口からこうどうつないでいくかということを具体的にいくつも事例を示しながらこう作っていきたいなというふうに思います。まあ、そういう意味で今日食の部分では一つの会津の地場産業である温泉旅館さんと、そしてまた半導体の富士通さんのこういったコラボレーションというのはなかなか今まではなかったこと、これを一つ新しくこう皆さんに、まだスタートの時点ですけども、ちょっと感じていただければなという意味では大変我々も感銘を受けた次第です。会場から見てあれですが、その可能性はどうですかね。いや、今日おいでいただいたのはいろんな方の分野の方々がおいでいただいて、そういう意味ではですね、これから本当に会津に新しい動きが出てくる、本当にそういう第一歩になる、本当に今日はそういう意味ではいろんな分野の方々が来ていただきましたので、大変私としても力強く感じましたし、これから本当に期待できるのかなというふうに思っております。じゃあ最後に一言お願いします。まあ、これは我々の動き活動というのはやっぱり連携が一番根本になってくるものですから、本当に人と人の輪をですね、しっかりとつないでいってですね、そしてそこから本当に新しい価値を生み出す、まさにそれを具現化していく、本当にそういうことをぜひやっていきたいと思いますので、多くの人のご協力をお願いしたいと思います。どうも本日はありがとうございました。